何言ってんのかなみたいな。まずは嘘をついてるかどうかわかんないけど、知ったこっちゃねえ。早く傍若戻ってこいよ、南にいいんだったら。ピンポン押したら、向こうの放送、誰が見てんのか知んねえけど、ピンポン押したらすぐ開けるで。俺はお前のことを大好き。間違いなく大好きなんだ。土下座してでも、大好き。大好きだって俺は言ってんだから。夫人が佐野に嘘つきだってさ、何に関して嘘つきなのかが言わないからね、あの人は。ぶっちょ、おはよう。だってさ、考えてみようさ、もともとは俺から近づいたわけじゃないのに、ちゃんまんはこういう男だって分かって、嘘つきって。こんにちは。いいな、夫人。俺は一回好きになった人を自分から絶対に嫌いにならない。だから今でも、坊ちゃんのことは、夫人、ゲルギーの通知の話が嘘ってさ、はぁ？パグ、それはないね。だから坊も、嘘をつくときはあるんだろうな。俺は、ゲゲの通知はずっと取ってた。で、俺に家に来たときに、朝の5時か、6時ぐらいに、ピコーンって俺の携帯が鳴ったの。で、ゲゲは、俺の携帯は、いつでも見ていいよって言ってるから「はあ」って、ゲルゲやってる、通知取ってるって、ああ気分悪いって。じゃあさ、マサとしんちゃんとこ 言ってるお前は何なんだよ。じゃね？俺もさ、我慢はするよ。いや、みんな分かってくれよ、そこはよ。俺はあの人のことを本気で好き。だけど、旦那さんがいるから、それは、ダメなんだなぁと思ってるから。でもな、配信会では、あの子は優しいのよ。いつも。配信中はな、佐野のことボロクソ言ったりとかするけど。これは、なんですかね。全部誰が悪いって言ったらまた佐野が悪いのかな。もう、佐野が悪いっていうか、佐野は、
別に悪くないと思うんだけどな。だ、怒られるんだけどね。一万気を低くした方がいいんじゃない？ああ、もう、俺ん家の鍵は置いてったから、もう、俺ん家に来ることはないでしょ。はい、わかりました。俺ね、ケロちゃんと別れる時も、お前が、幸せになれるんだったらそれでいいよって だからケロちゃんは幸せになってるでしょ。まあこれは世話になったしけどな、悪いなって。やきもちっていうか、やきもちを焼くモードになってるのがおかしいよ。俺は、あんたのことを吸いとうよって言ってんのに、信用できない。その信用できない理由が、ゲルゲの通知を取ってるから。はぁ、なんだかな、女子はわかんねえな。悪いのかな。俺はいつも、仲良くしたいの。でも切られたらしゃあねえなって。みんなもそうじゃない？ああじゃねえ、こうじゃねえ。言われる人に仲良くは、信用できないっていう、まあ、既婚者だからそうなんだよ。何金持ち、てめえ、ハイボールって逃げんの。いや、何を言いたいのかわかんないけど。何金持ちって。もう、金持ちじゃないから金持ちってご提案すんでしょ。うん、お疲れさんです。頑張って、生活してください。何の金持ちだか知んねえ。あ、ここで俺はっきり言うけど、仮想通貨おじさんマサは金なんかそんなに持ってねえと思ってるよ。ああ、藤原。藤枝。それは、俺は言えない。だって、向こうにはパパがいるから。ダメよ、それは。それはね、ダメだと思うよ。ああ、出過ぎじゃないよ、藤枝。
もう俺も、素晴らしく、佐野が店持ってしっかりしてたら、そうなんだ。まあ、どうかな。まあ、それだったら俺、食っていけたかもしれないな。うん。ウェイ。多分。でもな、ウェイな、心が折れたんだよ。佐野が、店やって、のんきにやっての、嫌がらせとか、俺、放送では言わねえけど、山盛りだぜ。お前らは、そんなことを、もしもだよ、やられたら、耐えれる？俺はもうギブった。うん。もうギブ。だから、自宅配信の、宅撮っていい。うん。俺は、そう、思った。まあ、もちろん。なんか、あのビルオーナーの店に乗り込んだやつもいるみたいだし。なんであの店やらせてんですかみたいな。そりゃそうだよな。もう。佐野の店、ぶっ潰す？いや、まあ、オーナー、いや、俺わかんねえよ。おい。俺はわかんない。うん。あれは雇われ店長なんだろ？多分。いや、俺わかんねえけど。なあなあ、今、傍若配信やってんの？やってねえのか。もう終わったか。お疲れさん。うん。早く俺んち来いよ。ピンポン鳴らしたらおいでってなるんだから。うん。さっさと俺んち来いよ。バカ誰が。俺が一番に、二番はないよ。一番に考えてるのはあんたなんだから。ただ、旦那がいるから、あの、っていうのがあるから、うん。もう行かないって言ってたわ。じゃあ来なくていいよ。来んなよ。うん、来んな。それ言ったら、来んな。何言ってんだよ。もう行かないわ。そう言いながら何度来てんだよ、バカ。もう行かないって言ってた。もうは、もうがどのくらいあんの？わかんねえけど。知らんわ。
ごめんね、音うるさくて。お酒を。おう、草の芽いらっしゃい。だから、俺はさ、ゲリギは昔仲良くしてたわけじゃん。嫌いになる理由は、ないわけじゃん。ただし、ああ、訴えられて、ってのがあるから、まあそれは俺が言い過ぎたとこあるからな、それ自業自得。しんちゃんとマサは好きだとよ。うん、そっか。しんちゃん好きっていうのは、ふん、甘いな。俺はマサはまだいいけど、しんちゃんはやめとけってはっきり言ったからな。病気だよ。ストーカーだよ。なあ。なあ。いい人。じゃあ俺が悪い人なのかよ。だったらどうでもいいよ。うるせえな。クソや。なんでしんちゃんがいい人だよ。キモス。まあ顔はどうでもいいんじゃない。まあ傍若はもうお疲れさんって感じ。もういいよ俺、もう絡んでこないで。うん、ごめんなさい。なんかな、いや嫌いになる理由がないから俺は。でも向こうから嫌いって言われたらしゃあねえなって、そういうことよ。いや心が折れたっていうか、もともと旦那さんのいる人だから大丈夫なのかなはいつも思ってたけどね。だって一日15時間も俺と一緒にいたりとか、帰んねえで大丈夫なの？うん、大丈夫大丈夫。普通に考えたらそれやねえよ。あ、俺は相手が嫌いになったら諦めるけど、俺から嫌いになる理由はないよ。うん。うん。まあ、もう、俺、そろそろ放送終わろうかな。
なんかな、スタートからなんか良くないよな。まあ俺は嫌いになる理由はないんだけど、嫌いっていうよりもうちょっと俺の話も聞いてくれよっていう話。聞かないから、カーンって怒って、はい、バイバイ。バイバイって言われたら、なるよな。もう頭の中がおかしくなってるか、まあこれで配信終わります。お疲れ様でした。ありがとうみんなね。コインは無駄遣いは、関係ねえから。